藤さん、ウーデボールと坂を立て続けに潰してしまう。これはデュエル王遠藤。腕を潰し坂潰し遠藤が神ってるダブル。遠藤の腕ボールと坂への2連発タックルしびれたわ。坂と腕ボールから綺麗にボール刈り取ってて正直ビビったわ。遠藤ダイソン並みの吸引力やった。50分前ぐらいの腕ボールへのタックルはしびれたね。遠藤すげえな、MOM 級の活躍やんか。腕ボール潰してからのショートカウンターは思わず声出たわ。遠藤が腕ボール潰してから熱かかって前向かせないの熱い。遠藤渡る VS。アーセナルデュエル成功数6回、タックル成功数3回、33パス成功率88、インターセプト2回、ドリブル成功数2回。これからもっと良くなるやろな、マジですごい。こんだけデュエルで戦ってるの見ると胸が熱くなるわ。このスピードとレベル、遠藤がとうとうプレミアのデュエル王になっていく。プレミアのデュエル王はほぼ頂点やろ。